旅。そのまあ自分の中でこのクラブの中で自分に合うようにカスタムをしようっていう、まあ、視野がやっぱり選手ってみんな狭いわけですよ、まあ、ツアープロの方が逆に狭いからね。もう絶対に狭いね。だってもう契約もあるし、でそんなところの知識を磨いてる暇あるんだったらアプローチとかあったら練習しても絶対スコア縮まるんで、うん、絶対に金が稼げるんで。だからこういう合宿しかできないもんね。はい、でも、はい、本当にいいタイミングに来てくれたなと思って。はい、俺もうちょっと仕上がってから本当やりたいと思ったけど、はい、逆だったよね。そうですね。逆にあのラウンドレッスンは自分的にやっぱプロである以上、はい、あんなボロボロを見せたくないって思ったけど、はいはいはい、もうそれが次の日に良くなったり、うん、聞いてたことを何ホールか試しながら、うん、全部はできないけど、うん、やってみて、うん、あっなるほどと思いながら行って、うん、でなんかこうどん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 いい方になっていくから、うん、早めに来てくれてよかったよ、うんうん、だって後めに来たらもうないし、もうだってもう仕上がっちゃってるんで、そうそうそう、戻しようもないですね。もう仕上がってる中でやりたくないっていう気持ちの方が高いけど、うん、まだいっぱい時間あるから、うん、翔太に関してもね、翔太郎に関しても、うん、もっと練習できるだろうから、うんうん、いや、翔太郎君に関してはもう僕ツアー出れるほど頭見有名で、全然意欲的にちょっと聞きたいんですけどっていう姿勢があすごいなと思って、意欲的だなと。じゃあなんかこう一通りね、はい、このスイング見て、うん、ワンポイントでいいから、うん、このきっかけっていうのを俺たちがきっかけがやっぱつかめたってことは、うん、あいつらもっときっかけできると思うから、うん、僕はこう打席がバーって並んでるじゃないですか。それ二人来てる子見ながら歩くってはしたくないんですよ。ああなるほど、うん、それはこっちが教える形になるので向こうの土俵に俺が入り込む形なんですよ。そうではなく、あの聞きに行ってやりでって言って自分の意思で聞きに行くことによって入る姿勢が全然変わるんですね。だから僕今日教えたので自分の打席でしか教えてない。なるほど。本人が聞きたいこと悩んでることとかを聞きに来るっていう姿勢の方が私は多分飲み込みの良さも、まあ、自分の中で試写選択も しやすいのかなと思うので、まあ、できる限りその今日ただだから聞いてくる、今日ただだからって普段クソだけから今日ただだから聞いてくるって金払うレベルだよな。そうね、バンこのカットビゴブルズの YouTube のコメントが、うん、やっぱその生徒さんが、うん、みんななんかこう先生先生と言ってコメントしてるっていう、なかなかないと思うよ俺、うん、あんまり、うん、嬉しいです。でそれは話を聞いたりしてて、うん、あ先生ってなるね、うんうん、あの年下だけどあの先生だよ本当に。それがね、俺がプロだから談笑してるかとか関係ないんだけど、自分の身になったことは先生だから、今まで教えてきてもらった人は先生であったり師匠であったりするわけだから、自分がやっぱりこう少しでも勉強になった人は先生だ、だから新たな先生だよ。いや、すごい。でも先生って言わないけど心の中では思ってると思ってでもめちゃくちゃ勉強してきた、本当にもう本当にアホみたいにめちゃくちゃ勉強してきたんですよ。でもこうな、孔明、孔明さんじゃないもん俺からすると。だって木村拓哉さんって言わないじゃん、キムタクって言うもん、こういう人だもん。小田孔明、小田孔明に俺たち、まあ知り合いになったら小田孔明さんだけど、それはね、こんなこと言われるなんて、まあ、本当に、あ本当に死ぬほど勉強してきて本当に良かったな、本当にガチで泣きそうでした。レッスンプロに俺行ったことないよね、まず。はい、誰ストレ込めたことないもんね。何言ってんだってこと、何言ってんだってこと、言い方悪いよ俺どっちかお前他のこと言われる。ただ自分の耳はならないかなって思ってる。何言ってんだ俺今の全色レッスンプロの前めちゃくちゃいい悪いイメージだった今。でもみんなは、でも日本のレッスンプロの人たちは結構みんなでもそう思ってます。孔明さんは俺たちのことはあんま聞かないって。聞かない。聞きに行ってないからそう思ってない。そういうことです。みんなバーってツアー会場で教えてたら、ちょっと俺見てくださいって感じに本来なるけど、孔明さん横で普通に行ってバーンバーンって打って仕方してるから。いやでもね、本当にちょっときっかけっていうか、教わったっていうか、教えてもらったのは江津江さんぐらいかな。はいはいはい、江津江さんのなんか言ってくれたことはちょっと残ってる、ね、うん、それほんとそれぐらいで、
危機行こうと、なんか、どうなんだろう、引っ掛けもなかったっていう、あんまあるし、自分の中で自分よりいい球打てるやついねえんだからと思ってたから、部分もあるから、正直、はいはい、俺よりいい球打てるやついねえだろみたいな感じで、はい、ね、今の翔太みたいな感じだったから、いや、今言うと一緒ですか、一緒ですか、分かりますか。だって、いろんなレッスンプロいるじゃないですか、うん、コーチとか、うん。だって、打てないでしょ。うん、打てない、うん。でも、打つじゃないですか、浦さんは。それに僕はびっくりしたんですよ。ほら、同じこと言うよ。同じこと言うよ。でもね、この辺クラスになったら、うん、打ってくれないと信用しないんですよ、うん。なかなか打ってくれなくて、理論ばっかり言われても、横で聞いてて、やっぱ流れていくんですね。こ、う、れ、ん、は、本当に失礼な言い方なんですけど、ツアープロだけですよ。飯食えてるプロだけですよ。本当に実力があるプロだけです。普通プロゴルファーの前でこれやると、不適されます。打ってみせると、お前はすごくなくていい。はい、不適されて、僕はだからプロゴルファー教えたくなかったんですよ、今までずっと。教えるじゃないですか、教えてって言われて教えるじゃないですか。僕でもね、プロだね。結構多いんです。はい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 、グラさん、すごいですね。はい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 、みたいな。あいつ自分の自慢ばっかりって何だって。自慢してるけど、でもないのに。結局その、なんですか、その認めたくないというか、同じ土俵の人間が自分より上手い、同じ土俵で 目上の人間が自分より上手いって構わないと思うんですよ。例えばね。けど同じ土俵でもない人間が自分よりいい球打ちとか自分より飛ぶとかアプローチだとかパターとか言われるともう鼻からもう決めつけにかかって、だったらもうプロを教えるのもやめようと思って全部断ったんです。ずっと俺と会う時も言ったもんね、うん、そうプロコーチが僕一人しか弟子いないんですよ。一人だけ平井亜美ちゃんです、ね、今年プロテストその子一人だけ、本当に一人だけ、本当に下手くそだったんで、全然飛ばないし、チンチクリンだし、そうだったんで。チンチクリン関係ない。いや、一緒に反応してくれてよかったもん。関係ない。チンチクリダメ？関係ないじゃない。ゴルフに関係ない。あ、そうだね。豆粒みたいだから。最低。で、ゴルフもあんまり興味なくて、まあ、やらされてるというか、もう流れでやってるって感じ。でも、そんな彼女が、本当に220当たってね、それぐらいしか飛ばなかったのが、普通に260オーバーは、普通に、GC2 で、マックスで270いくつまでは、普通、ドラゴンクラブじゃないの、普通に打ってくるようになったんで、中国ツアーでもバッハ勝って、初めて勝って、やっぱこう、いろんなそういう、プロテストを受けている、プロなの、どっちなのっていう微妙なラインの人たちいっぱいいるじゃないですか。そういう人たちが、みんな注目するような選手になる。ただ、一人だけなんですよ。たくさん選手囲って一人ツアー優勝者出たら、あの誰々プロを育てたツアープロコーチって言われるんですけど、ツアープロコーチって何だろうね。小田孝明が真面目に話を聞いたでもういいじゃん。結構勝ちゃうんす。いやもうね、結構言われてるんですよ。いや多分そうだと思うよ、はい、俺孝明さん人の話引っ張んの話を聞いてるよ。いやそれだけ多分こいつらがみんな思ってるぐらい、俺はいかにレッスンプロを信用してなかったっていうか、自分いや信用してるけど、自分の関係ないと思う、自分に関係ないと思って、みんなが受けりゃいいんじゃない？そうそうそう、みんなでその先生がその人に会っとけばいい話で、俺にはこの話は全く関係ない。翔太郎なんか若い方だから、いろんな話を言って吸収してるタイプだから、だけどここまでになってくると、自分に関係ないことは全スルーよね。だからもう 1% でも残ればいい。本当に御の字、あの東京なんていうの？御の字。そんな感じ。安の字。御の字ってなんていうの？清志くんの変化がもう本当に。いや、あれ動画見てみ。でも俺は言われても練習場は打てるかもしれないけど、本番で打ってるのを正直見てみないとまだ信用してない。そうですね、練習場の球であの高さは異常でした。だろうね。これ本球だったらどうなの？最後気まじった本球、岩尾が話しよったよね、本当に翔太がこんな球打ってる 1.5 倍上がってたんですよ。マジやな、その球って1.5 下がったんだろ。
ちの方が残酷なので、ほら。あ、完全にこうでした。そうですか、あのめっちゃ聞きたいなって言うけど、実際に聞きにはいかない。遠目でこうやるぐらい。で、自分の本格と格となる部分自体はできる限りいじらないで、そんなにブレないここだけ習いたいとか、そういう形だったのが、あのヘッドスピードがポコってポコって一体こう上がった瞬間にちょっと僕もいいですよその時のパッカンかけたそういうとこやっぱ現金ですよねそれでいいんです、それでいいんです。自分が本当にパッと開いた瞬間が一番いいので、こうなっちゃ絶対いけないので、だから多分今回教えた中で愛理ちゃんはやっぱ結構こうなるタイプだから今多分難しい。テスト前だからって結構ね、俺たちね、いじくれないんだよ、ビビっちゃうって、はいはい、あと、もう一人木村玲ちゃんって言われるじゃん、はい、で、愛ちゃんもプロテスト前で、はいはい、なんか、言いたいけど言えない、はいはい、分かるね、変にいじくって、はい、プロテストダメだったら、そこまで責任負えねえしって、はいはい、グリーン周りのそこら辺ぐらいしかもう、なんか、つい、そこら辺ぐらいしか教えてあげれない。うん、なんかこう特に難しいよね、そのプロテスト前とか。あのプロテストっていうのが例えばですけど、プロテストを通るのが人生のゴールなんだとしたら、かなり真剣に扱ってあげた方がいいと思います。ただゴルフが上手くなりたいですよね、将来ツアーで戦ったり賞金女王を目指したり、そういった賞金を目指したりだったら、その簡単にいじくれとはもちろん言わないです、言わないですけど、上手くなりたいんだったら、これ絶対にやった方がいいことがもしあるんだったら、それはあまりみんなが腫れ物扱いして神経質にやって、絶対本当は知ってるくせに気遣って言ってないんだなっていうのは本人は絶対感じてるんで、なんでだろう、ポポって人生は長いと思ってしまってて、うん、逆に俺の場合、女子なんか本当に20代から30までが一番のピークだと思う。でも女子の場合はね、ほら今プロテストに通らないと試合に出れないっていう状況になったから、まずそこをクリアしないといけないわけで、長い目で見てあげたいんだけど、例えば、まあ、今年なんか2回あるから変な話、今年最初がダメでもう次あるかもしれないけど、1回落ちた人間って次通るとは限らない、そうですね、一発で通ってきた人間ばっかりで、だからもう今それを分かってるから、2回3回って落ちた苦しみっていうのは分かってないから、うん、その瞬間にかけてる子になかなかこう言い切らない、うん、それはもう何でだろうかな、自分がそういう経験をしてきてないから、うんうん、なおかつまた女性っていうのがあって、うん、やっぱりその16歳とかだったらいいんだけど、やっぱ20歳を超えてきた時はもうすでに一線で戦ってくる選手たちがザラに今いる中で、じゃあその1歳1歳が僕たちよりはるかに短い、うん、貴重な時間になってきて、ね、だからそういう女性に対してどう接していいかとか、要はじゃあ狭いわけじゃないですか、じゃあ狭いからといって、うん、じゃあきちきちの脳みそ詰めてやれば効率よくなりますかって、ならないのは、まあ、分かってるけど、じゃあ今でできること、うん、一段の重みを教えることしかできなくて、だから昨日秋吉プロと、まあ、愛ちゃんね、まあ、3人であの、まあ、プロと、まあ、プロ3人ですか、ね、見てたんですけど、2人が素晴らしいなと思ったとアドバイスしたところはアプローチだけです、アプローチとバターとか、あの子はショットをめちゃくちゃ気にしてるんですけど、正直小技の方が足りてないんですか、あと足りてないです。でも本人はショット、ショット、スイング、スイング、正直プロテストってバカほどバーディーが必要なわけでもいいぞ、それはね言ってるんですか、でも彼女の中でショットにあまりにも重きを置きに行きすぎて、それが昨日から次の先生の話をいろいろ教えてたじゃん、何でもアプローチの話を入れてたはずなんですけど、一回もやってないんです、それでアプローチをやってた、特にプロテスト前の真剣なところでやってると、一発のあっていうのが怖くてショットにあまりにも重きを置きがちなんですけど、この合宿の間っていうのは長い期間ラウンドを、それもいろんなプロゴルファーと一緒に回るっていうわけなんです、なんで
もう多分今の練習量の3倍ぐらいアプローチとかだったんですよ、うん、で、ただ本人がそこに気づけないと難しい部分があるんですね。音楽師も言えることっていうのは少ないんですけど、それは言い方と取り回しと話の流れでその方向に自然に持っていけるようにできればいいなと思ってて、逆に言うとここにいる人たちはそれこそプロテスト前に控えたその前でこうやって打つんだよって口で言うんじゃなく姿で見せてあげてもらえれば今のは意味が分かりますか。いいアプローチのパターンをバンバンに見せてあげてくださいって言うだけの教えてあげなくていいんですよ。最高なアプローチで全員ミスすることなく俺に言わないでほしい。一緒に回った人はもうみんなミスすることなく最高のアプローチのパターンを見せてくれるわ。いやでも俺はこういう状況の場合は無理するなと思う、うんうん、こういう楽な台のところと、うん、こんな前下がりの東大のところを寄せに行こうとして戻ってきていう姿を見たときにこれがね、どれだけ後で響いてくるかと、うん、でも、乗せることだったら乗せれるでしょ、うん、もうボギーで、ここに行った時点で、ね、ボギーなんだから、うん、プロテストがまあ3日間やって54本分の1なんだから、うん、それがボギーだったら取り返せっていうんですよ。でもこれがトリプルになれば、うん、またそれを取り返せようとしてまたもうそこからどんどん悪くなっていってもう早い段階でもう54ホールドも終わっちゃう、うん、だから54分の1ミスショットしたのをさらに追い打ちかける必要はないわけだから、うん、悪いところに行ったらまず乗せることを考えて、でワンチャン乗せたら入る可能性があるわけだから、うん、10メーター、15メーターでも、うん、だから外からミスショットしたのはもう次絶対ほぼほぼ入るわけだよ、うん、取りに行ったボギーとパー無理やり行こうとしたダボはもうメンタルがもう全然違うんですよ。だけど一緒に回ってる時に一緒に回ってる選手のレーダーがまあちょっと例えばなんですけどここから黄色いジャンパーセルぐらいのところにいますと、でアプローチ今から寄せますってなった時にああこれだったら俺だったら56度で L が58度で52度でこれぐらいのためであそこに落とすんだろうなってなんとなく変わってたなって、こう見てるで、パーって言って、あ、うまいな、あれでいいんだ、俺もちょっと食い残したな、パーって言ったら、だんだん、やっぱ俺だったらこっちかな、あ、欲しかったね、って思うじゃないですか。プロテストを間近にしてる子って、それが難しいんですよ。あの距離では見れない。この距離で見ちゃう。構えてるすぐ近くに来てる、ヘッドの入り方も、手元の入り方も、全体像が見れる。まあ、要は客観的と言いますか、すごい遠目の、昨日ね、あの、言った時の話、あれができてない。があまりにもなって俯瞰、客観で見るっていうのがなかなか、例えば一緒に回った時にあんまり近くではない親とか10ヤードぐらい離れたところでもそこ立ってこれ見に行って言ってラウンド中に行って言って見せてあげるだけで、あ、私だったらこう打つどうするんだけど、ちょっと離れてる方が客観的にか俯瞰でものが見れるんで、それだけでも彼女にとって、まあ、彼女たちにとってものすごいいい経験になるんですよ。わかるんですよ、腫れ物に触れない。俺もすごいリアル。早く編集してさ、見せて。あ、これいくらね、やっぱでも俺たちね、直接言いにくいのね、はい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 、でもこういう YouTube を見て、こういう話を聞いた時に客観、うん、それこそ客観的に、うん、自分のことを考えれるかもしれないし、うん、焦ってる人間と焦ってない人間っていくらこっちは言ってても、うん、入ってきてないと思う、うん、そうですね、こうしないといけないんだっても頭の中にあるともうそれ以外のことをやって今からまた一からやって崩すの嫌だなとか、うん、で逆に聞きすぎたからまたおかしくなっちゃったとか思われるのも、うん、実際俺たち嫌だし、そうですね、ちょっと後で私が、うん、さらっと言ってくれた方がいいっていうのを、うん、全部丸だけ、うん、全然大丈夫、うんうん、だからまあ本当にまあちょっとプロテストの話になっちゃって、うん、こう路線離れちゃったけど、うん、でも本当にいい勉強になったね、うん、本当になんならもう毎年来てちょっと毎年来てくれないかもう個人的にはもう来年をお願いするつもりで初日からもう本当もうぜひ来て、はい、で
ぜひ来てほしい。できたらコーチで入って、さらに自分のプレーを磨く場としても練習させていただきたいっていうのもあるので、ね、本当に今レッスンばっかりで、うん、ラウンドしてないんですよ、うん、ちょっとラウンド入っちゃったら誰か負けそうな感じですよ、ね、で俺はなんか本当になんかレッスン場じゃないよね、言ったらなんかツアーでも言ったら QT でも本当に真面目にやれば僕はいけますよっていう感じが 出てるし、さあプレーさ、そんな首細くてさ背中丸まってるような方のキンパーでそれが逆にいいのかもね。逆にこれで僕がですよ、身長195センチの110キロでこんだけ飛ばしてたら絶対言うこと聞かない。聞かないで、聞かないで。そりゃそうやってな話ですよね。それは飛ぶわ。ちょっとね、まだ、はい、今日たまたま飛行機があれだったので、はい、まだちょっとたっぷりできるので、時間があるんで、はい、ちょっとできれば、はい。逆にもう先輩方の方から、もう、うん、聞いてこいって言うから。もう今日タダだからって。見てもらったから、見てもらったから。トーマこんな感じで、はい、本当にありがとうございました。もうあの先走りでちょっと申し訳ないんですけど、来年以降もはいお願いしたいと思います。もう本当みんな勉強になると思う。本当もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。勝手に締めたんですけど大丈夫。ありがとうございます。めちゃめちゃシャカシャカみたいなの着てさ、シャカシャカ終わんないんだけど、めっちゃいいっすよ。いやいや、めっちゃいいっすよって言うけど、俺らしか見たらこんなん着てゴルフできないのね。なんかコメントでさ、先生の服かっこいいですっていうか、かっこいいな、もうゴルフとは別だからと思うけど、打って、あ、打てるな、なんか打てるならもう、まあいい、かっこいいよ、お前。本当にありがとうございます。気になるのよ。服ですか、うん、いや、本気でやるときは脱ぎますよ。流し打ちじゃないですか、それは。まあ、うん、こうネットね、こうちゃいけないとかもあるけど、流し打ちってね、カーンってこう、50以上出されたら、あの一生懸命46点なの、どうしてくれるんじゃないですか。あはは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 はなんかね、グザグさ、ちょっとさ、ヒゲとか剃ってさ、ちょっと髪の毛色変えて、普通のねえして、なんかこう、ちょっと急にブンッとブンッてなる。あれもやってほしいよね。やってほしいですね。急に現れて。急に現れたら、もう、なんかやってるよ、みたいな感じで。ブンッ、ブンッて。でも、僕練習場行っても、もうすぐバレるときはすぐバレちゃうので、入り口で。でも、僕のこと知らない人からすると、ダッコロックしたことねえな、この兄ちゃんみたいな。もういいって、もうこいつみたいなやつ来たいみたいな感じで見られるんで、まあ、初っ端な体をしてすぐに結構早めの段階で誰か打つんで、バーンって打つと、えって。髪の毛赤だったり緑だったりさ、いろいろしてるわけやん。俺はあったんですけども。もうね、もうお前、今すぐボンしてこいよって言ってしまうから。